はい、今回はですね、まあ、大した情報ではないんですけどね、31日で、まあ、東海ラジオさんからの、情報で、球団社長さんのコメントで、まあ、第二次戦力外通告は、基本的にはないっていうことが、まあ、コメントあったみたいなんで、まあ、他の球団、特に楽天とかはもうバッサリとね、もう、戦力外通告で、たくさんの選手を、首切ってしまってるんですけど、まあ、中日は基本ないっていうことですね。はい。で、まあ、それをどう捉えるかはちょっと何とも言えないんですけれども、ドラフトで 6人がその交渉権獲得してるんで、そのことを考えると、そんなにもう結構なんていうのかな、自分も完全には把握はしていないんですけれど、まあ支配下の枠が結構パンパンに近くなるんじゃないかなとは思うんですよね。外国人選手については一応残留させていくって、G 投手はまあ退団なんでしょうけど、他の選手に関しては基本残留させていく方向でいくみたいなんで、まあ、ビシエド選手も残留濃厚とはいえ、まだ確定ではないのかな。うん。で、まあ、アルモンテ選手も確か確定ではないと思うんで、その辺次第なんでしょうね。はい。まあ、ただね、外国人の選手がもし残留しないという場合は、おそらく外国人で穴埋めしていくと思うんで、基本も、そうですね、日本人選手で、補強していくっていうのを、あとは、まあ報道されているように、オリックスの西投手が FA 宣言したときに取りに行くか行かないかっていうところですよね。まあその辺ちょっと実際に行くかどうかわからないっていう感じなんで、ね、例えばまあこれもあくまで情報なんで何とも言えないんですけれども、まあ、例えば阪神とかもね、他の球団も西投手はすごい獲得を目指しているんで、例えば4年20億とか、これ本当かどうか分かんないですけどね、狙ってるみたいな情報は、その中でちょっと争奪戦でいけるかどうかっていうのは、なかなかまだ、なかなか厳しい、正直厳しいのかなとは思うんでね、まあ、中日の強みはあるといえばあるかもしれないんだけど、基本ちょっと厳しいなっていうのが正直な感想ですね。あと、まあ、トライアウトとか、他の戦力外になった選手を取りに行くかって、最近、落合監督の時は結構そういうの多かったんですけど、最近はちょっともう若返りを目指してるっていうこともあるんでね、あんまりやってないですよね、ここ最近は。だから今年も基本ないのかなと。まあ、例えばその巨人をね、戦力外通告になった中井選手も、ちょっと今年に限ってみれば、結構、まあちょっと苦戦してしまって、ちょっと怪我してからね、ちょっとやっぱ本来の力発揮できてない感じはあるんですけど、まあ中井選手ももし、可能であれば面白いかなとは思ったんだけど、おそらく、他のチームで戦力外になった選手は取りに行かないのかなとは思いますね。まあ、ドラフト見ても若返りを目指してるっていうのは、まあ、明確に分かるんで、まあ、そんな感じかなと思います。ということで、またちょっとね、まあ、こういう小さな情報っていうのもちょっと今回の情報が分かんないですけど、まあ、こういったこともね、あったら、ちょっとしたことでも、こうやってお伝えできればいいかなと思います。では、